こんにちは。こんばんは。割とマジで何も言えない。で、動画を速攻締めたい感じですね。まあ、それでも何かしらの話はしていこうと思います。私は来週激務なので、この試合は欠席。なんか当日に動画上げなきゃいけない脅迫観念みたいなものも、あったりもします。そんな個人的な話は置いておいて。お互いに水曜日に天皇杯がホームで開催されたロアッソと岡山。ロアッソは前回の動画でも話しましたが、終了間際に PK 献上で敗戦。ロアッソはターンオーバーなしでゲームをして中3日で豊田と岩下の、出場停止という状態です。岡山はターンオーバーでこの日のゲームのスタメンは一人も出場せず、試合には、大敗しましたが、リーグ戦優先の割り切った試合でした。そしてこの試合ですね。ロアッソは出場停止の2名ですね。ボランチには三島が出場。中盤の左には伊藤が先発になりました。そういえば X なんかのスタメン紹介では藤井はミッドフィルダー登録だったね。そうですね。この試合を中継で見ている感じではわかりませんでしたが、天皇杯では、守備のリスタート時には 3-4-1-2 のような感じで始めていたので、それを反映した、感じですかね。ベンチを見ると藤田が久しぶりにベンチ入り、竹本も入りました。この試合の個人的な注目はどうしても左サイドですね。前回の動画でも話しましたが、天皇杯の敗戦は伊藤を中盤の左サイドに交代で、投入したことだと思っています。この日も終始左サイドを攻められました。この日は前半だけで打たれたシュートは15本。岡山の攻撃は特に前半は左からがすごく多かったと思いますね。それを補うような攻撃の活躍があったかというとそうでもありませんでした。言い方悪いですが、修正されないままで放置したら足に来る終盤戦に、ああいう結果にもなると思います。ただでさえロアッソの選手は連戦で足に来ているしね。天皇杯でも思いましたが、どうしてもディフェンスライン中心に重さを感じます。この日も走り合いで遅れを取ることが見られました。そしていつもは見られない感じの判断の悪さも見られました。それは守備面でもビルドアップでもそうでした。この試合も後半の中盤ぐらいしか効果的にボール回せませんでした。ここ数試合のリーグ戦は左に寄せて右の大本というパターンが鉄板でしたが、この試合はそういう場面も見れませんでした。この試合はなかなかボールを前に進めませんでしたね。豊田の不在も一つなんでしょう。今季豊田はルヴァンの1回戦以外は全てフル出場ですからね。岩下ともに一緒にいないのは連携面でもしんどいところ。それと個人的に気になったのはもう一つ。小長屋と藤井ですね。なんか説明できないんですが、この二人が同時にシャドウで起用されると、なんかうまくいかない気がするんですよね。どっちもうまいけど、なんと言っていいのか。後ろで繋いでると両方が下がってくる場面が多い気がするし、両方が中央に、寄りすぎる嫌いがある気もします。個別にプレイしている時はそこまで気にならないのに同時に起用されると、なんかよく被る気がします。田代が当たってたから試合になった試合。2名出場停止の試合でそんなこと言うなと言われるかもしれませんが、ちょっと結果が出たからまた理想を追うサッカーに戻りつつある気がします。水戸と鹿児島が勝ったので、順位は17位。鹿児島との点差は2となり1試合で逆転する状態になりました。正直厳しいですね。今のような状況でも天皇杯でメンバー入れ替えもなく選手は疲労困憊。そして引き分けとはいえ昔はやっていたようなゲームを締めるような。選手交代もできずに失点する。今季後半40分以降の失点は7ぐらいだった気がします。正直、ゲームマネージメントが悲惨です。今日行かなかった私が言うのもあれですが、観客も減りますよ。4月28日から天皇杯含めてホーム戦が6試合。そのうちスコアレスの横浜 FC 戦以外の5試合がロスタイムで失点して、勝ち点を失っているという事実。あんまり願ってても仕方ありませんが、ちょっとひどすぎる現状。出場停止の2名が復帰する時節に期待です。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、チャオ。